駅構内鍋島駅は、佐賀県佐賀市鍋島町大和や江溝及び大和、八戸にある九州旅客鉄道、日本貨物鉄道の長崎本線の駅である。久保田駅から乗り入れる唐津線の列車も利用が可能である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。 下り列車が発着する、島式ホームにある3番乗り場は、一部の唐津線、直通列車や二役繁忙機に、貨物列車が使用するほか、多客機に運転される、佐賀駅発着の臨時特急、カモメの折り返しにも使用される。かつて2番乗り場下り側には、荷物列車用の行き止まりホームが存在したが、国鉄末期の小荷物取扱い廃止により、 古戦橋の二0用エレベータと共に撤去された。なお、駅舎の久保田よりに離接する当時の小荷物小木窓口のある建物は、国鉄時代の看板がついたまま長らく、現存していたが、2011年に解体された。北側の短式ホームに接して駅舎があり、両ホームは屋根付きの古戦橋で連絡している。国鉄時代の駅舎は小型のものに建て替えられた。 JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅でマルスはないがポス端末が設置されている。自動券売機も設置されている。JR 貨物の駅は旅客駅の南側にある。コンテナホームが2面、2役線は2面あり、2役線と駅の着発線は久保田駅方面に伸びる引き上線を介してつながっている。営業拠点の JR 貨物佐賀営業所も 設置されている。2019年3月改正時点では、コンテナ車で編成された高速貨物列車は2、往復設定されている。また、有田オフレールステーションとの間に1日17軒を、往復、長崎オフレールステーションとの間に1日14、往復のトラック便が設定されている。2019年度の1日平均乗車人員は565人で、ある。ありがとうございます。